ールボリューム7始まりました。ですね、本日はいつもとちょっと違った感じでお送りいたします。早速会場の方に来ていただいております。皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さんは今日ちょっとね少なめなわけなんですよ。ただその代わりその少なめのお客さんもこうやって力を合わせて大きな拍手で迎えてくれる。いつもにね拍手が大きい。ありがとうございます。お前の皆さんもありがとうございます。こういうのをね少数精鋭あの、はい、エッチ団結って言うんですよね。気づいてくれてありがとうございます。はい、というわけでございまして今日もフェアリーゲール今回でボリューム7となりました。私メイン MC を務めさせていただきます森合源介でございます。よろしくお願いします。お願いします。そして、女性 MC を務めていただきますのは前回に引き続きこの方猪俣さとこです。よろしくお願いいたします。結構あれだ、真っ赤にフォンとデブが結婚してってるのなんでこんな赤くなってるの。熱いのかな。ただでも確かに可愛いっていうのは分かりますよ。見てこのフォルム。フォルムがね、何頭身そんなわけない。これで三四等身だったら僕どんなんなのこれ。1.23 しかなくなる。すごい。でもまたなんかそんな鮮やかな、ね、お召し物を着ちゃってちょっとなせっかくだからもう今日で同窓ですからちょっとあの前の方こうなんていうのウォーキングかなくてよね。なんでしてきてよ。ほら皆さんねこうモデルさんってやっぱりすごいですね。この子がですね今でこそもだいぶ慣れたっていうのもありますけどね本当最初びっくりするぐらいよくあんまり何喋ってるか分かってもらったんですけど最近はでもそのキャラが逆にこう天然キャラとして生きてきて。いやはぁ師匠のおかげだよ。やめてください。師匠なんてそんな僕師匠って呼ばれるんだったらいろんなところから怒られちゃいますけどね。全然まだまだ僕も同じ家系なしでございますけど。それでは早速ですがフェアリーテールボリューム7の話と一回やってみてくださいね。フェアリーテールボリューム7って言ったら二人でスタートですってやってみましょう。ちょっとテレビっぽくやってみますか。それでは本日ボリューム先にボリュームって言っちゃった。先にフェアリーテール僕からそれではフェアリーテールボリューム7スタートです。あ、ですがます、はい。まずはじゃあもう準備できますでしょうかね。それではお呼びいたしましょう。まずは、橘彩ちゃんどうぞ。はい、橘彩ちゃんどうぞ。では席の方はですね一番端に行ってもらいましょうかね。まあもう綺麗な顔立ちの子だよ。のなんていうの目も鼻もこう筋と筋が全部通ってるね。素晴らしいですね。僕もその筋分けてもらいたい。僕にあるのはねあの筋だけなんですよ。バカ野郎さあというわけで続きましてはえなりな。えなりなさんです。じゃあ皆さんじゃあ隣に座ってもらいましょう。見てこのきらびやかな、もうなんマンハッタンから来たのかな。全然日本から来たのかな思えないな。素晴らしい。まあ早速それでは続きましてもうここからお笑いの方になっちゃいますけどね行きましょう。ラブリンゴ。やってやります。みんなあれ2人じゃなかった。前は2人だったんですけど、はい、トリオになりました。ありました。ありましたよ。ごついの1人ありました。ありがとう。新しいし可愛いでしょうよ。そんな境界られないこと言わないからね。スンとしてするお客さん。前まであのエマちゃんで、はい、細江ちゃんってこと組んでたじゃん。組んでましたね。デブ
デブと組んでた、女の子のデブと組んでた、あの子といたら、はい、まあ確かに、あれ可愛いのかなって見えたけど、こうやって3人で上がったら、やばブスみたいな。ブスじゃないですよ。違う。ブスイジ。ブスイジが嫌なタイプ。エナリアさんと続いてラブリムが出てきた瞬間にあのカメラ持ってる方カメラ下ろしましたから、ね、言ってしまえば僕だってねこういう可愛い人と、ね、組みたいですよ。こんなの釣れたくないですよ。確かにね。なんかでも お笑いとしてはやっぱりいい武器揃ってたでもどっちの子だって結構ね本当に可愛らしいよね。撮っていいですよ。すごいな。失礼しました。27っていう年齢のせいでね、目尻にシワが結構出ちゃう。27なんだ。頑張ってるね。わかりました。それではこのことラブリンゴでした。はい、お願いします。後ろの方でお願いします。じゃあ続きましてハッピーリップティック、どうもー。ハッピーリップティック若手の割にはたっぷりした自己紹介でしたけど、ね、すごい前に出て前に出て、ありがとうございます。何がすごいってここまで組んでどれぐらい4ヶ月ぐらい。そうですね、4ヶ月ですよ、ね、4ヶ月で組んで4ヶ月でこういう立派なステージに立てるって札幌はなんで住みやすい国なんですか。ありがたい、ありがたい。しかも若いですよ、はい、おいくつ端からどうぞ。僕は23歳です。まだ23歳の男の子、そして18ですよ。びっくりですね。女子高生漫才って言ったらね、昔だったらやっぱりあの上沼恵美子さんがね姉妹でやってた頃、もうあの人たち女子高生とは思えないぐらいすごかったですからね。ちょっとあの方々に頑張って負けずにやってほしいですけど、まあ、どちらかといえばちょっとあのじわじわくるね。スピードよりは、うん、スピード漫才というかやっぱこう今時のちょっとゆったりした漫才ですから、私もこれから後でちょっと楽しんでもらいたいと思います。どうぞお願いします。トップを飾っていただきますのは、はい、いつもだったらトップバッターの最初に出てきてもらって紹介して席についてもらって立ってやってもらうんですけど、今回ちょっとトップバッターの方ご多忙のためこのステージを終えた後席に着かないですぐ次のお仕事に向かわれるため、そうなんです、今回はあえて我々はこれから出てくるトップバッターを紹介してすぐ席についても預けちゃいたいと思います。はい、それではトップバッターを呼びいたしますが、はい、それでは行きましょう。はい、こちら萌え木色の学院どうぞ。皆さんこんばんは、ボイビーの上学院です。音の声に
場でございますが、ね、今日も昼間もですね、足別というところのイベントに出させていただきまして、彼女も一緒に出演をしてきました、そんな私たち萌広女学院なんですけども、札幌を中心に全土各地を飛び回って、心に不景気はいらないという言葉をモットーにですね、日々頑張っております。はい、そんなわけで今日はね、私たちの顔と名前を覚えて帰っていただきたいので自己紹介してみましょう。はい、絶賛ダイエット中のビッグガール海老名さとみです。よろしくお願いいたします。はい、あの10分ほどに顔としました。私しいな、おいしいな、頑張れ頑張れ。はい、毎日男に飢えています、国方彩香です。よろしくお願いします。聞いてちょうだい、聞いてあげるよ。だって
演目の最中に何回こういったね、お客さんのサービスがあったかと思います。
当たり前に
ムライターとして、オリジナル曲をピアノかアコギで、弾き語りするスタイルで、札幌で活動しております。で今日はこのイベントにですね、デイスケさんに声をかけていただきまして参加することができました。こんな感じで今日は2曲ということで、次の曲で最後の曲になるんですけれども、聴いてください。北に締め
うございました。いやなんかもうちょっと聞きたくなっちゃった。本当ですよね。ちょっと2曲よりお願いしますって言った自分がなんか悔しい気分ですよ。どうぞね、さっきの元萌木の女学院とはね打って変わって、はい、あどうぞどうぞ少しはお話しようかなと思って、あの片付けの方はあのいつも私のそばにはチャマという形もあります。あどうぞどうぞこのマイクいきますか。ねえ、繊細なメロディーとギターと歌詞の内容とはちょっと裏腹に、意外と僕はあのどんどん前の方見て、はい、お客様もこちらにして親もこちらにいますが井上さんももうちょっとやりたいね。そんなそんな皆さん最近の子は控えめなのかい僕だけがだからこんなに目指してるって思ったら姉ちゃんとかありましたね。なんか力強い歌声で僕なんかなんでこうすごい繊細なメロディーで細く聞こえるんだけど、高音になってやっぱりこう太くなんか強い声に変わるところが、なんかこう、なんていうのかな、僕はその曲のスケール感をそこに感じて、ありがとうございます。もう一曲一曲全然聞きたいな。聞きたいです。ありがとうございます。やってもらえばよかったね。ライブ告知をしても大丈夫ですか。全然もうライブ告知は自分の住所まで何言ってるんですか。自分の住所もですか。さっきあの入り口の受付のところで渡されたと思うんですけども、音北ライブに、はい、出演が決まりまして。わあすごいじゃない。ありがとうございます。で6月なんですけど、6月16日の日曜日、コロニーという、ライブハウスでやります。この日はですね、バンドスタイルでやろうと思っています。あそんなのやってんだ、はい、あそれもね見たいね。ちょっとねぜひちょっとぜひ皆様お時間ありましたら6月16日だっけ。そうですね、6月16日の日曜日ですね。よかった、はい、16ってことはあ大丈夫、ペアリーテールかぶってたかったです。最近よくかぶるかなと思ってね、かぶせてきてんじゃねえかっていうのは本当にかぶってた大変ですよ、本当に。あとはとりあえずは今そこに沿ってるから、はい、まあね、あんまりね、こう月に何回もライブやるっていうのもね、一つのこうスタイルですけど、やっぱ一個に絞ってそこにお客さんがグッて来てもらうのが大事ですから、そういう月もあっても全然いいと思います。いやもう、まあ、ホームページとか、なんかブログとかはやってます。あの、立花彩の再会の場というブログをライブドアさんでやっております。立花彩スペース札幌とかで出てくると思いますので、ぜひ見てください。そちらの方に、ライブの細かい、詳細載せてますので、ぜひ見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。いやーね、本当にね、これ画面でどこまで伝わるかな、実際ちょっとやっぱりもしお時間ありましたらね、ぜひ見に来てください、ね、向かいのに画面でどこまで伝わるかは、橘綾さんのね、こうなんていうんだろう、シュッとしたね、こうあの日本美人って言うんですか、もうね、人形の吸血を思い出しましたね、僕は。ご存知ですか、人形の吸血のやつなんですけど、それを思い出からおっしゃってる、僕がこんなんじゃ、僕全てのパーツが丸いのよ。あ、でもお目がパッチリですよね、実は。お目目もそう、意外とパッチリで、今、あって言ったから。実はパッチリ。そう、意外と本当可愛らしい目してるんですよ。つぶらな瞳っていうか、タイ目なんですけどね。昔の子供の頃はね、うちのお母さんがね、あんた中村雅俊に似てるねって言ってたんです。お母さん言い過ぎだぞ。そうだそうだ。よく言い過ぎだね、確かに。そうだそうだそうだ。せめてあなたの時は見方だと思ったのパターンです。こっちからここに来るというライブは。ちょっとね、初めてでね。はい、私たち双子のシンガーソングライターでございます。画面を通して見てる皆様、こんにちは。双子シンガーエナリナのエナです。妹のリナです。今日は私たちのオリジナル曲を皆さんにね、初めての方もいらっしゃると思うんですけど、画面の皆さんも、そしてここにいる皆さんも、一緒のアーティストさんたちにもね、聴いていただけたらなと思います。そして今かけてる曲が、私たちの6月1日に初めて、もう全部本当2人で初めて作れたセカンドアルバムがやっとリリースになります。リリースになります。ありがとうございます。その中から今 BGM をね、リングミュージック
ていう曲を流しています。ぜひ皆さんエナリナワールド楽しんでいただけたらなと思います。さあそれでは皆さん一緒に元気よく手を挙げていく準備できてますか？あ、元気ですね。画面の皆さんは体を揺らして耳を傾けていただけたらなと思ってます。そう、そしてここにいる一緒にステージの上に立っている皆さんもね、今はエナリナのお客さんとして楽しんで手を挙げていきましょう。それでは次はリナがね作った曲を聴いてもらおうかな。次も最初、あ、最初ね、それでは、はい、ハイテンションどうぞ聴いてください。はい、さあみんな手を挙げていきましょう。ハイテンションで今日はとっても楽しい日です。
この曲はあれだよね、妹のリナが作ったんだよね。そうです、あのみんなでハイテンションになって明日もね楽しく、今日も楽しく生きたらいいなと思って作りました。そうそう、この曲使われてるよね、あれに。そうなんです、ここ会場の場所を言ってもよろしいんでしょうか。会場の場所は報告してもいいですか。あ、そうですね、あの札幌西区のことになんですけども、はい、この近くにメガネショップのグラスイズムさんというメガネ屋さんがあるんですけども、はい、そこの、FM ノースウェーブのラジオの CM ソングとなっております。皆さん、メンバーを通して聴ける曲ですね。そうですね、これはハイテンションデイと言ったら、あ、双子のエナリナカート、ね、うんうん、お分かりいただけたらとても嬉しいと思います。そうだね、はい、よろしくお願いします。そうですね、ラジオ CM ソングっていう曲なんですけど、エナリナ実は毎月第3日曜日 の、 昼12時からプレシャスという番組で、北海道の FM ノースウェーブさん 82.5kHz で、ラジオをねやっているので、ぜひ皆さん、次は6月なんですけど第3週日曜日チェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、6月1日にエナリナのセカンドアルバムがリリースということでね、今日はその中からもう1曲お届けしたいと思います。次の曲はね、マイセルフという曲です。そう、皆さんにね、そうエナリナの情熱をちょっとつけ伝えたくて、そう作った曲なの。みんなね、冷静で言う時もあるけどね、結構やっぱ情熱っていうものは熱いものでね、絶対誰もが持っているものだと思うんですよ。特にね、ここにステージに立っている皆さんね、特に情熱があって皆様に何かを伝えたいっていう人たちですからね、そんな人たちからパワーをもらって、ここにいる皆さんも画面を通している皆さんも元気をもらって、毎日自分が生きる意味を探して頑張っていただけたらなと思います。それではマイセルフどうぞ聴いてください。この世界の人たちは本性を隠しているの。そう、実際感情を持てますが、それでいいことなのか。わあ、
この曲はアルバムの4曲目、4曲目に入ってますね。そこの物販にもあるんですけど、エナリナのセブンスというニューアルバムなんですけど、実は今日商品が届きまして、ここに来てくださって皆様にね、先行販売をさせていただきますので、ぜひ皆さん聞いていただけたら嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。そしてバンドの皆さんは、エナリナのフェイスブックやアメーバブログ、マイスペースをエナリナと検索していただけたら、購入方法などが書いてありますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。 エナリナの楽曲はですね、iTunesやBeaversというネット上でもね、配信されているので、ぜひ皆さんの お手軽にね、ネットで検索できるので、皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。それでは時間が早いね。早いんですよ。あっという間なんですよ。今日はね、ここのね、ブルーズスタイルさん、フェアリーテールというイベントがあるから、エナリナがここに来れたわけで、で、皆さんもね、このイベントがあるから皆さんがここにいるわけで、で、皆さんがいるから私たちが情熱的な場面を見せれる 意味があって、そしてこの画面を通してね、見てくれる人がいるから私たちも頑張れるわけで、そういうね、みんながいるから、そう、君がいるから、ありがとうっていう気持ちが生まれてくると思います。それでは私たちの最後の曲、君がいるから、どうぞ聴いてください。
こういう方と今時ね、歌姫っていうかディーバって呼んじゃうんじゃないの。ディーバです。ディーバと言うんだろ。やった、ちょっと古くないですか。あ、僕は古くない。いつの今なんて言うの。なんですか、ディーバ。ディーバとかよく今ディーバ、あの、なんかあの、なんだっけ、あのなんあの人、なんだっけ、今小泉じゃない、小泉京子じゃないし、なんて言うの。古いよ。全然分からない。高田久美さん、高田久美がいなかったんです。ディーバとか言ってないっけ。あ、私たちはもともとクラブシンガーから。ですよね。そうですね。そうなんです。私たち普段はライブハウスもそうなんですけども、はいはい、夜の本当クラブで歌ったりしています。そうですね、はい、そんな感じしたことを今聞かせてもらってて、はい、ありがとうございます。結構ね、実はね、このコトニブルーズスタイルもですね、はい、結構ソウルなソウルなお店ですから、クリアに向けてもやっぱり分かると思うんですけど、普通のライブハウスというか、はい、どちらかというとクラブステージって感じじゃない。ああ、そうですね、踊っちゃい踊っちゃいます、ね、踊っちゃいますって。そうなんですね、はい。いやでも歌もそうだけど、はい、僕後ろから見ててもう細くて細くてびっくりした。そう、特に妹のリナが痩せてるんです。後ろから見たらなんかあれ朝鮮人参だなと思ってぶら下がってんじゃないかな。朝鮮人参朝鮮人参からびっくり。でもなんかもう、はい、何グラスイズム、はい、あのぜひメガネ、メガネ、実はこれグラスイズムなんですよ。グラスイズム使ってください。グラスイズム安いもんね。はい、しかもなんで僕この前気づいたの、あれゴーヤつけてんじゃん、はい、なんでゴーヤなのかなと思ったら5000円は捨てるの。あ、そうです、そうです、そうです、そういうメガネかけてゴーヤだったのね、はい、全然このゴーヤのメガネ欲しくて聞いてもないって言われるからさ。とてもおしゃれなんですよ。そう、とてもおしゃれだよ。お手頃なのに、そうそう、いっぱい増えまって可愛くて、ねえ、若い人向けでもあるけど、かといってじゃあお年をね、召した方がじゃあかけたらおしゃれな方は紳士になりますから、全然いいですよね。そうですね、はい、ぜひ皆さんもね、着用してるので、そうですね、はい、一緒にあの、はい、メックラスイズムさんでね、あのぜひぜひね、はい、ぜひぜひよろしく。はい、僕もグラスイズム好きでかけてね、ガンガンガンって押してる割にはね、あの私のおじはメガネのプリンスと偉い人なんで、まあ何度見ないと困るんですけど、でも全然あのメガネのプリンスもね、あのおじさん犬に噛まれてないですから大丈夫ですか。でっかい犬飼ってるそうだ、僕メガネのプリンス持ってますからね、はい、持ってますけど、でも、はい、でもかけるとはグラスイズムの方が多いんです。はい、よかったです。いやいや、こちらこそ、じゃあ、まあ、今日はでも本当にかっこいい歌ありがとうございました。告知もしても大丈夫。あ、全然全然いいですよ。あの、そうですね、6月1日にあのセブンスというセカンドニューアルバムをリリースいたします。なんか今日もあるでしょ。そうなんですよ、まあ、先行という形でね、あの、やばい、できたてもやりますけど、はい、あのぜひ皆様、あの札幌市でしたら、あの四丁目プラザという大通りのところにあるんですけど、そこに音楽どころさんというミュージックショップがあって、そちらで置いていただけたりするので、あのネットの iTunes や Vivance でもね、あの配信してるので、再度ね告知させていただきました。ぜひ皆さんセブンス聴いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてあのインストアライブ的な形で、あの、うん、北海道札幌市の札幌ファクトリーというショッピングモールで、あの6月7日の金曜日に、あの私たちが夜7時からあのワンマンライブを行いますので、皆様ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。本当に皆様ぜひね、お仕事あると思うんですけど、終わったらちょっと寄れたらぜひ来てください。よろしくお願いします。ラジオは、あ、ラジオがあの6月 の、 あの第3日曜日のお昼12時にあります。はい、FM のセールプレシャスという番組内でね、はい、そうです、はい、どんな内容のラジオ。いや、もう毎月内容を変えてですね、なりながら何話したいかとか、そうですね、テーマを決めて、あの DJ さんと3人でお話しする。そうで、なりなの双子トーク、双子ワールドをね、あの皆様に届けて、で、なりなのギャップ、楽曲を流すんですよね。そう、あ、はい、双子アルバムとかやっぱ話したのね。そ う、 そうですね、はい、6月についてはね、もう盛りだくさんでそんな感じ、はい、あ、はい、ちなみにちょっと6月の第3日に会う、あれ空いてるな。本当ですか。じゃあそこは車の中で、ぜひ
解散の準備あるの？はい、そうです。はい、大体。はい。7月の解散準備、結構スケジュールまだ決まってないな。あ、じゃあぜひ聞いてください。そうそうそう。聞こうと思ってたんだけど、なんか家で聞こうかな、その時間。お昼の時間なんで、ご飯食べながらね。ぜひね。お昼の時間なんだ。ってことは8月のお昼の時間？そうなんですよ。8月のお昼の時間で。8月ね、まだ日曜日全体が全部空気だから。よかった。よかったよかった。じゃあ第3週の日曜日は毎回開けていただけるってことですか？開けるのか。約束ですよ。開けるのか。じゃあ、聞いたら必ず。メールしてください。メールしてください。今日も聞いたよ、今日も聞いたよ。インターランドさんのね、あの火曜日の、はい、なんかもっくりとしたラジオをたまに出させてもらってるんですけど、まあ、インターランドさんは結構、お遊びにおいでって言ってこうね、出してくれたから、まあちょっと、まあ8月まではまあ3ヶ月我慢したとしてね、諸葛亮ホールの3号のレースで3回行って初めて開けてくれたから、あ3回かかって、9月とかも結構、あのね、インガランドさんもここで話題されてると思ってないと思います。ああ、なるほど。じゃあ、あのね、また後日それを改めて話をして。そうですね。今日はルナルナさんでしたっけ、何でしたっけ。エナルナ。ああ、エナルナ。それは違うでしょ。あ、そっち。どっちかです。え、違うでしょ。結構気にしてる。ありがとうございます。ああ、すいません。ルナ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 。というわけで、今回は。それでは後半戦入りたいと思いますが、はい、ここからはちょっと趣向をいつもと変えまして、はい、最初にお話しした通り、はい、お笑いの方々を紹介したいと思います、はい、言ってもですね、僕ももともと2年前3年前にお笑い芸人を始めまして、はい、その時はコンビでね、僕ツッコミだったんですよ。コンビでもツッコミでもツッコミでも大概はご丁寧なお借りかもしれない。なんかね、まあ、どう転んでも失礼だよね。なんかこう、いやボケてらっしゃいますのもおかしいし、まあ、ツッコミに見える僕。いや、違いますね。うん、なんか、多分ね、もう今何言ってもダメだと思う。どうぞ、僕もやっぱこういう不毛だからね、ボケツッコミに言ったらボケに見られがちなんですけど、実はずっとツッコミやっててね、本当はツッコミやりたいんだ。相方がいないから、本当こういう井戸端さんみたいな、こうね、可愛らしくて綺麗なんだけど天然ボケって言うと、すっごいところがあるから、僕すごくいいね、楽しいのやってて。いやありがとうございます。いやいや、だからどんどんもっとなんていうの、こんな猫かぶんないで、ママさんみたいな、自分のこう天然ボケっぷりを出してもいいんだよ。出しちゃいます、いっぱい。適度に出してもらえるって言うんですけど。それでは、まあ、井戸端さんとのトークをまた後ほどちょこっとするといたしまして、まずは早速ですけども、お笑いのトップさん呼んでいきたいと思います、はい、今回スタンバってくれてるのはですね、2組一応ね、言ってもフェアリーという歌姫ライブ、こう女性をね、アーティスト、女性アーティストをピックアップしたライブですから、2組ではどちらにも女の子が在籍してるコンビ、トリオになるんですけど、1組目はトリオの、ラブリンゴ、もともと3人まではね、2人でやってたんですけど、今さんでさっき言った女の子が入って3人でやりまして、次に出てくれますのはハッピーリュージュマジック。まだ23歳で18歳のコンビですからね。羨ましいですね。そんなそんな、でもほら横に31歳経ってても別に悪くないんじゃないの、これ。いや、お肌スベスベですよね。31歳の男性がお肌褒められて喜ぶと思ったけど、女性に言うならまだ褒めないけど、なんか他に褒めどころないの、僕。優しい。それよく小学校とかでさ、なんかこう、なんかこう勉強ができるでしょうとかスポーツができるでしょう以外に何も選ばなかったから、優しいでしょうみたいに選ばれるのは特に何の取り柄もねえですよ。堀江だらけでもう選べないです。ポリエモン、ポリエモン、ポリエ
そうだけど。それでは参りましょう。もう裏でね、もう緊張してそう思ってるかも分かんないですからね、はい、早速行ってみたいと思います。それでは、ラブリンボーとハッピールージュマジックの2組続けてご覧いただきたいと思います。それではまずはラブリンボーどうぞ。趣味はサッカーですね。サッカーやってらっしゃるんですか。
はい、サッカー。この体型で。体型かっこいいらしい。あ、ボール逆。誰がボールだよ。蹴られねえ。蹴られねえ。でもサッカーといえばさ、うん、覚えてた？何？中学校の頃のサッカーのエース、竹内くん。知らないです。こんなに近くにあったり、こんなにあったの、街中で。めちゃめちゃね。ハゲてたのー。でしょ。好きだったのー。狙ってたじゃん。すいません、すいません、すいません、すいません。何よ、何よ、さっきのか。竹内くんとか知らねえし。なんで知らないけど、ハゲたのかどうでもいいんですか。そこにイライラすんのよ。どこに知らないことにイライラすんのよ。知らないよ、竹内くんなんかもうさ、これ合コンなんだからさ。合コンがやりたいんだよ。合コンやりたいからやってんの。合コンね。やってんの。わかりました。じゃあ合コンをやりましょう。だからそれなんだろう、それムカつくんですけど。じゃあわかりました。わかりました、わかりました。じゃあ。ここちょっとね、答えづらいかもしれないけども、トヒロさん、練習の方ちょっと、大丈夫ね。まあ練習ちょっと、200万ぐらいですね。200万、200万ね。そういえば、さっきの質問覚えてる？何？スノーブの200キロあった巨漢の大竹くん、デジャブ、覚えてる？もうデジャブ。この前、街中でバッタリ会ったんだけど、結婚したんだって。おいおいおい、何？引くぞ。合コンなってねえじゃねえ。せっかく楽しんで話してるんだよ。上がって全然で楽しくねえ。こっちは楽しいよ。そうだ、まだそれで男なんかできるわけねえだろ。意味は意味不明の略だよ。それは知ってるわ。そうの、はぁ、さっきのことだよ。それは知ってるわ。なんでこっちはさ、はぁ、でもアントニオとか言う。違う、リキリキのんびり木下の略だよ。そっちね。うん、そっち。なんだよそれ。こっちは上の句ね。なんで、リキリキのんびり木下なんだそれ。意味わかんない。何で意味してるのかんよ。いやいや、野田赤さん、人の頭バン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 叩くのがツッコミじゃないんだよ。それがツッコミじゃないですか。そうでしょ。それは違うでしょ。いろんな種類があってのツッコミなんですよ。わかりました。じゃあ、ね、頭を叩かないツッコミをやればいいのね。そういうのもありますよ。じゃあ、買おうか。バッテーブ。そういうことじゃないんだよね。どうもー。ハッピールージュマジックです。お願いします。いやいや、フェアリーテイル始まったね。ボリューム7ですか、うん、というわけでね、うん、いろんな人をね、うん、曲とか聞きましたけどもね、うん、やっぱね、僕も音楽の専門学校出てるんで、うん、やっぱね、音楽にはすごい、うん、どんな女の子好きなの？急にどうした？どんな女の子好きなの？あの、俺今喋ってたからさ。どんな女の子好きなの？喋りたいことがあったから。どんな女の子好きなの？すごいな。どんな女の子好きなの？それ答えないかな。どんな女の子好きなの？あの、そうですからね。どんな女の子好きなの？そろそろ答えようか。どんな女の子好きなの？あ、答えよう答えよう。あのね、黒髪ね。黒髪、ああ、うん。あとは、色白。あ、色白。で、目が2つ。なるほどね。うん、ああ、確かに目は2つあった方がいい。そうだよね。ああ、だってさ、目1つだったらさ、怖いでしょ。怖いだよね。ああ、うん、3つでも怖いね。そうだよね。ああ、目は1つじゃなくて3つじゃなくて、ね、2つがいい。だよね、やっぱちょうどいいんだよ。それ忘れた。でしょ。あ、で、あとは、鼻が正面についてる女の子ね。それ絶対だ。だよね、やっぱそうなんだよ。鼻がもし真後ろについてた場合、うん、これ料理の匂い嗅ぐとき、こうなっちゃうからね。それは違うね。これ料理の匂い嗅ぐとき、うん、こうなっちゃう女の子、好きじゃねえんだよ。嫌いなんだ。あ、そうそう、嫌いなのか。料理の匂いはこう書いてほしい。やっぱ正面だね。じゃあ正面だよ。うん、あと料理って言ったらね、前はさ、愛妻弁当を作ってほしい。いいね、女の子好きだよね。そうそうそう、男こういうのね、嬉しいから。あとさ、あれでしょ、頭に角が2本生えてるんだろうでしょ。それいいや。これいいの？あのね、お前のことを否定したいわけじゃない、うん、なるだけ否定しないでね、ここまで来た。うん、うん、だけどね、俺頭に角2本生えてる女の子は見たことない。じゃあ、うん、脇からミサイル発射する。絶対嫌だな。違う、うん、脇からミサイル発射したら危ない。
絶対やだな。やだ。体楽だなんだ。コブ2つあんだよ、ちゃんと。あ、それで俺言ってるわけじゃない。違う。コブの問題じゃない。じゃあ分かった。じゃあ体は楽だね。体楽だけど、でも顔は大沢あかね。それフォローになってない。なってない。フォローになってない。なってなかった今。だって体がラクダで、しかも顔大沢あかねなんでしょ。そうだよ。俺それ絶対やだ。やだ。難しいな、佐藤のタイプ。いや難しくしてると思う。そんなことない。じゃあ、また。じゃあ、今からさ、その佐藤の好きな女の子と、うん、まあ、結婚したって言っててシミュレーションしてみよう。あ、させてくれる。いいよいいよ。だから私、会社を送り出す奥さんやるから、スパゲッティやってくれ。俺、スパゲッティかよ。俺、スパゲッティやんな。よるよ、スパゲッティ。奥さんで、俺、スパゲッティやん。よるよ。奥さん、旦那さんの方が見てる人、絶対分かりやすいからさ。そうですか。そっちにしようと。あ、分かりましたよ。あ、じゃあ仕事行ってきます。いってらっしゃい。ちょっと待って、 お弁当忘れてるよ。 ありがとう。はい、焼きね。なんでだよ、ちゃんと愛されるやつ。ああ、湯こぼれちゃうから気をつけてね。湯切りぐらいですね、湯切りぐらい。わかりました、じゃあ湯切りしますよ。してくださいよ。じゃあ、ポン。あ、ステンレスの台所かな。でもあれだね、お湯捨てたらスープ飲めなくなっちゃった。俺今仕事行くからさ、付属のスーパーの前。あ、それいいの。あ、そっか、それいいのか。あ、角入っちゃった、角入っちゃった。会社行ってらっしゃい。行ってまーす。あ、行ってまーす。全然できてないわ。できてない。あ、できてないです。最後さ、脇からミサイル発射したでしょ。そりゃするでしょよ、ミサイル。脇からミサイル発射したら夫婦生活終わりの合図だから。絶対やっちゃダメ。ダメ。絶対やっちゃダメ。何一つできてなくてがっかりしたわ。いやでも、そのできてない女の子でも唯一できてることあるから。何ができてたの？それは、あなたの子供。何はともあれ幸せです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ネカッパの皆さんとメトロ君がこうやってね、若手芸人をね、無償でいろんなことを手伝わされるんですね。さあ、そしてピアノの方にマイクを当てて、そうです、今日はですね、急遽俺働いたなってアピールしなくていいからね。あ、いいよ。全然忘れてる。こんなピアノ持ってないんですか。チーラ持ってたの。全然ピアノ運べてるよ。さあ、こんなね、そうです、今日はですね、なんと急遽スペシャルゲストに駆けつけていただきましたのはこちら、みちさん。みちさん、はい、ちょっと今マイクを入れます。はい、ね、今日はですね、ちょっとまだ他のお仕事が電話にあったということで、はい、急遽駆けつけてもらってありがとうございます。よろしくお願いします。あ、知らない人がほとんどだと思うので、そうですか。私ですね、ボイストレーナーの仕事をして、シンガーとしてみちという名前で活動しております、シンガーのミチと言います。よろしくお願いします。なんかいいけど、ダメだよ、お前って全然たまんないです。そんなことはないけど、だって実際僕が、まあ、僕は実は途中から参加してたのユーストセットって音楽番組で、あ、はい、そうですか。セットネット音楽番組第1回でしたっけ。はい、でそれで知ってるって方も結構いらっしゃいましたから、ね、ありがとうございます、嬉しいです。またね、多分ね、もう今日初めてだっていう方もしいらっしゃったとしたらね、パワフルでめちゃめちゃドキュメント変えますよ。指差しちゃう感じですね。もう今日ね、特にね、指差しやすいですよ。見えてるなんかすごいですね、あの男性のエネルギーが、はい、これは女性シンガーで。そうですね、そうです、まあ、歌姫っていうのをね、あの、なるほど、なんていうんですか、テーマにやってますから、私はデビュー頑張ったなみたいな。いやでもこんな薄いじゃないよ、そのファンやれば。俺やっぱり女の子のファンになってほしいですよ。あ、なるほど。あの辺りの人がここのファンになってくれたかなと思ってるんですけど、ね、めっちゃ冷たい捨ててみてますよ。多分ね、さっきのね、やっぱり天狗あたりからおかしかったあの辺から見てた。私別のイベントですね、アキトさんとペドロ軍団のお二人にお会いしたことあるんですよね。あ、別に会う必要もなかった人ですね。あったあれ。
って、この前あのクラップスであるワラップスボリューム2ってお笑いライブで、はい、お客さん50人くらいの中で出演数を14組くらいかな、おお、16組の中で2位、2位だよね、2位なのにあんなに滑っていく難しいのにお笑いって空気がね、あのミュージシャンだとあの音楽に逃げることできるんです、そうそうそう、話滑っても、話滑っても、歌い始めたらもうその空気にあるけど、お笑いはね1個のボケですぐ反応が来なかったり来たりで、ね、結構ね難しいんです、そうですね、その中で16組2位はねとても素晴らしいです、素晴らしいと思います、ボリューム1のワラックスに実は僕も出てて、僕2は出れなかったんだけど、1の方は僕も実はね2位だったんですよ、素晴らしい、ピン芸大やってるんですけど、アキもピンですけど、僕もピンでね、いやー、そうね、コンビでやりたいんですけど、まあ、なんかピンだと誰もフォローしてくれないという、なかなか大変なんで、なかなかなおさら空気作るの難しいんですよ、なるほど、だからね、ボケのツッコミができない中で、はい、ピンで僕も頑張っておりますけども、はい、みちさんも、まあ、芸人じゃないからピンじゃないですけど、そのシンガーということで、そうです ね、ちょっと、そろそろセッティングに入るので、ちょっとマイク変わってもいいですか、あ、まだセッティングすでなかったです、そうそうそう、はい、じゃあ、今田さん、戻ってきて。そうなんですよ、急遽ね、ほんと数日前なんですよ、ミチさんに出ていただけるってなったのは、だからちょっとね、まあ、今日もこうやってバタバタしておりますけど、まあそういったようなこともあってね、今回僕の方もね、あの宣伝告知が遅れてしまったので、ただもうすでに6月30日スペシャルがもう決まっておりまして、総勢15組の方が豪華でしょう、もうね2時間半3時間ぐらいになるのかな、3部制に分けてね、こうね5組5組5組のステージで行いたいと思って、ぜひね6月30日はね、まあ、今モニターの前で見てる皆さん、ぜひ遊びに来てください、見てください、ね、しかもその時は井上さんも一緒に遊びに来てくれるかな、はい、もちろんあのその辺を漂いつつ、何周も漂いつつ、井上さんはですね6月30日このステージの前の客席を何周もね漂いつってくれるらしい、浮遊霊でありなる、浮遊霊っていう言葉があなた適してるかどうかわからないですけど、まあ、客席にいてお客さんと一緒にこう見ながら見てくださるって言ってますので、ぜひ遊びに来てください、はい、というわけでそろそろセッティングの方がね、もうそろそろ、あ、もうちょっとかかりますかね、はい、あ、大丈夫でした、あ、すいません、ライブなんでハプニングがつきものです、改めましてミチです、よろしくお願いします、ではですね、曲目はちょっと皆さんが知ってる曲をお出ししました、アメージンググレイツという曲なんですけど、聞いたことある方いますか、お、ありがとうございます、ありがとうございます、高々と手を挙げていただきまして、それではですね、そんな有名なゴスペルソングをお送りしたいと思います、なんか鳥を飾るということで、なんか鳥っぽいんだと思ったらアメージンググレイツしか分かりませんでした、
職場がですね丸山なんですけど、そこから急に駆けつけたんでリハも何もなくですねこうしてステージに立ってるわけです。本当は皆さんと同じ時間に入ってちゃんと挨拶してステージに立たなきゃいけないんですけど、ちょっと急遽このような形でステージをやらせていただいてます。本当に感謝します。ありがとうございます。実はですね私あの札幌を中心にシンガーとして活動してるんですが、今日はですねこういった弾き語りの形で歌ってるんですけども、最近あのシュガーハウスというあのバンドをやってまして、そのバンドの、ボーカル兼、リーダーをやっております。シュガーハウスってすごい甘い名前なんですけど、私以外全員男なんですね。男臭いバンドなんですね。ジャズとかソウルが合わさったようなバンドをしてまして、つい最近そのバンドで CD を発売しました。札幌の有名な芸術の森って知ってますか？あのそこでレコーディングをした CD なんですけども、その中の1曲を今日は、歌いたいなと思います。フライトという曲なんですが、ちょっと宣伝ですが、今日はですねあちらの入り口のカウンターの方にその私が今回リーダーを務めたバンドの CD が売っておりますので、ぜひお買い上げいただければと思います。1枚ですね、2100万円になっておりますので皆さんここ笑うとこですよニコニコしてくださってありがとうございます。そんな感じで販売してます。またソロの CD 1500円で販売してますので、よくもしよかったら、お買い上げいただきたいなと思います。ネットテレビをご覧の皆さんはですねネットの通販でも買えますし iTunes でダウンロードできます。もしオリジナル聴いていいなと思ったらぜひ、聴いてみるとか買ってみるとかしてほしいなと思います。そんな CM を挟んだところで1曲お送りします。プライド聴いてください。誰の上にも岩の残る闇を生きても光
最後 Y っていう曲をお送りしたいと思います。この曲はですね、皆さんいろんな恋をすると思うんですけども、ハッピーな恋、さっきあの漫才でもハッピーなねお話聞きましたけどもいろいろ見てますけど私ハッピーな恋もあれば、ね、ちょっと辛い恋もあれば、片思いもあれば、いろんな恋があると思うんですけども、次お送りする Y って曲はどちらかというと切ない系の恋の歌になっています。私はガーッと盛り上がった後にすごい切ない曲とかで終わるの好きなんで、今日は皆さんと一緒にちょっとねしっとりした気持ちでエンディングを迎えたいと思います。きっとこの後芸人さんが盛り上げてくださると思いますので、最後しっとり終わりたいと思います。それでは怖いなぜという曲聴いてください。Hello.
びっくりですよ。僕久々にミキさんの歌聞きましたけどね。久々にミキさんの歌聞きましたけど、びっくりしました。いや、本当、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。汗だくという感じですね。聞いてるこっちも汗出てくる。やっぱこうなんていうか、迫力が伝わってきて。本当ですか。ありがとうございます。いや、ボイストレーナーでやってるんでしょ。はい。どちらの方でもう一回。スマイルボイスという、丸山の裏参道にあります、スマイルボイスというところで。やってるんです。はい、やってます。これ、僕結構ね、いろんな私ボイストレーナーですって言ってる女性とかね、言ってる人、まあ何回か会ったことあるんですよ、いろんな方に、はい、ただね、歌聞いたらね、なんだもう名乗ったもんがしたらなんですよ。結構変な中で僕ね、ミチさんだけは本当もう僕も押します。こんな人に歌習いたい。ありがとうございます、ぜひ来てください。いや、まあ、他の芸人なんで歌は。いや、今ですね、6歳から71歳まで来てまして。 71? 皆さん、歌だけじゃなくて、呼吸を習いに、健康のために呼吸をとか。71歳って仏もすぐ僕に行くだから。でも、若いですね、今71歳。めちゃめちゃおしゃれしてますからね。すごいね。健康に気をつけてるって感じですよ、本当。あ、やっぱこう、ちゃんと正しい歌い方だと、やっぱ呼吸も同じように学べるってことなんですかね。そうですね、普段喋って声も楽になるっていう。全然楽そうな役割がしますけどね。わー、力を取ってしまって。それが楽なんですね。それが楽なんですね。声に失礼になりますね。いやー、でも素晴らしかったね。特にね、ブルースタイルさんなんで、そういったソウルフルなね、方々が結構集まりますからね、すごく、本当に合ってると思いますよ。ありがとうございます。さっき鈴木雅之さんのポスター見ちゃいました。あ、あれ、鈴木雅之さんじゃなくて、鈴木康之さん。ここにはいらっしゃるんです。すいません、めっちゃ騙されましたから、そっちました。すいませんでした。お仕事のところでいられないんですけども、ね、あ、ね、後でちょっと僕ご紹介します。あ、ありがとうございます。こちら来てください。はい、ありがとうございました。みちさんでした。ありがとうございました。さあ、それではちょっとね、時間が30分ぐらい押しますのでね、ちょっと駆け足になりますけども、ぜひ皆さん前の方にまた出てきてください。以上、今回ですね、お笑いの方2組含めます7組の演目が終わったところで、まあ、ちょっとね、最後はレアリテールので今日出てくれた方のもう一度ご紹介含む、宣伝なんかもしていきたいなと思いますので、まずじゃあちょっと一括りで夢カンパニー。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今のマイク上がりでこう言ってもらえるかな。誰か今後のなんかスケジュールとかもしあったらさらっとね、適宜時間によろしくお願いします。女子、宣伝中に100万円かろうじて女子。私たち夢カンパニーという事務所で所属しております芸人でございます。今後の活動予定としては、事務所ライブは定期的に行っているんですけども、今月は、5月28日、ね、火曜日、夜7時半からホットタイムという、こちらライブバーでライブ無我夢中というのを行います。こちらチケット前より800円当日1000円となっておりまして、よければ一応生でこれネットの方々もそうですし、こちら来ていただいているお客様もお笑いライブというのを目にちょっとしていただければなと思います。詳細は、こちらお客さんですとチラシですとか、あとそれぞれブログ、ツイッター、フェイスブックなどやっておりますので、そちらの方チェックしてくださいお願いいたします。そして、一応ヘドロさんもヘドロ軍団、はい、ヘドロ軍団のホームページ、あ、ヘドロ軍団のホームページがですね、はい、佐々木さんは、いや、ホームページっていうかブログですね。ブログですね。ブログ、僕の、佐々木の、タトゥートーター日記っていうことですね。はい、あと山田くんの、僕のですね、ペドロ軍団山田君の最後の芸人ブログという名前でね、はい、やらさせていただいております。こちらとかね、あとフェイスブックの方にもですね、ペドロ軍団フェイスブックページを持っておりますので、ぜひ皆さんいいねを押してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ペドロ軍団というカンパニーから秋と、ラブリンゴ、ハッピールージュマジック、そしてあやとりがですね、もうまた10時から別の会場でデータをやらなくちゃいけないのでちょっと帰ってしまいましたけども、以上、今日今出てくれるのはこう4組、合わせて5組だったね、全部で5組のお笑い芸人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そしてこちらに来て最後、次、立花あやちゃん。です。今日もライブの時にちょっと告知させていただいたんですけれども、6月16日にコロニーで、音下ライブ
出演します。ぜひ来てください。チケットも今日持ってきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。そして、エナリナちゃん。ドクターゴシンガーエナリナです。今日はありがとうございました。私たち6月7日、札幌ファクトリーで夜7時からライブを行います。セカンドアルバムセブンスをそこで販売いたしますので、音楽どころさんというミュージックショップでもありますので、ぜひ ENARANA 大文字エナリナよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてミキさん。共同と合わせていただきました。みちです。ありがとうございました。ありがとうございます。5月24日、ジャムジカという場所で、シュガーハウスがライブをしますので、チラシ無料でお配りしますので、ぜひもらって帰っていってほしいなと思います。そしてまた CD も本日は販売しておりますので、ぜひぜひ手に取っていくだけでも構いませんので、よろしくお願いします。みちでした。ありがとうございます。萌え行女学院トップにいるのは萌え行女学院はですね、また9時から別途することあるということで、またもう終わってすぐ行っちゃいましたね。合計の7組の今日は、そして芸人さんも来てくれて、全部でそういったの7組プラス3ですから10組出てくれたことになりまして、はい、そして忘れちゃいけない司会のこの方、モデルの司会ということで、少しね、こうシュッとした感じの山田貞子という方が出てますけどね、実際本当はね、とんでもないとボケたわけですからね。皆さんね、ぜひね、この方もよくね、注目してあげてください。本日司会は私、森谷英介でお送りしました。ありがとうございます。会場はことのブルースタイル、そしてその他協賛もいろいろある番組でございますが、次回はなんと6月30日日曜日、今度はですね、フェアリーテイルスペシャルということで、今までこのボリューム7まで出てくれた走行の数が大体ね、42、3組あるんですよ。結構な数になってきまして、ね、その40何組のうち、よりすぐりの14組プラス、ゲストを1組交えたこう15組、はい、そして司会にはですね、僕もこうちょこちょこ点滴してもらってますけども、まあ、結構トークとしては、まだ脇田龍をお呼びしまして、その15組プラスマキタイ、そしてなんと多分ね、芸人さんなどもまた来てくれるんじゃないかと思いますんで、ただまた今日ね、ちょっと大勢9時半になってしまいましたけども、来月の方は幼くても9時半ぐらいになりそうぐらいの人数になりますんで、まあちょっと長丁場になりますが、じゃあ今日はこの辺りでお開きにしたいと思います。それではまた次回6月30日お楽しみください。以上、フィナリーテイルボリューム